こんにちは、安藤祐介です。今日は認知症がある方を車椅子からベッドに移乗解除するとき、協力が得られやすくなる車椅子の位置についてお伝えします。そのポイントは、ベッドの見やすさなんです。それではお伝えします。認知症がある方をベッドに移乗解除するとき、車椅子をこの位置にセッティングすることってあるんじゃないでしょうか。ただしこの位置、実は移乗への協力が得られにくい位置なんです。なぜなら、認知症がある方、視野が狭くなりがちなので、移乗先のベッドがうまく見えていなくて、どう動けばいいか分かりにくい方がいらっしゃるからなんです。そこで僕がお勧めするのが、車椅子をベッドの真横ではなくて、少し斜めに、もしくはベッドの真正面につけておくことです。こうすることによって、認知症がある方からベッドが見やすくなって、こちらに移りましょうの、こちらというのが分かりやすくなります。足を下ろしますよ。はい、そしたらこちらに移ってください。はい、ありがとうございます。はい、こんな具合です。そしたら今度はカメラのアングルを変えて、認知症がある方から実際にどう見えているのか見ていただければと思います。はい。これは今カメラが車椅子に座った認知症がある方の頭の位置に合わせてあります。そして車椅子がベッドの真横にある状態です。ここから見ると、こちらに移りましょう。という具合に見えています。はい。この位置は車椅子をベッドの真横から少し斜めにした状態です。ここから見ると、こちらに移りましょう。という具合になります。はい。この位置は車椅子をベッドの真正面に置いた状態です。ここからだと、こちらに移りましょう。という具合に見えています。はい、いかがだったでしょうか。正直、単純な移動距離だけを考えれば、車椅子がベッドの真横にあった方が、お尻の移動はこれだけで済むんです。その反面、介助の協力が得られにくいこともあります。そして、ベッドの真正面に車椅子があれば、協力は得られやすい反面、お尻の移動はこれだけの距離が必要なんですね。つまり大切なのは、異常解除をするから車椅子はこの位置なんだと決めるのではなくて、その方のその日の状態に合わせて、ここだったり、ここだったり、調子がいいからここだったり、いろんな位置を選んでいけるということなんじゃないでしょうか。よろしければ、現場でいろんな方といろんな位置にチャレンジしていただければ幸いです。それでは、今日の話は以上になります。あなたの介護、応援しています。ありがとうございました。Thank you.